こんにちは。くるりんオムライスのご紹介です。溶き卵5個分に塩コショウ少々、牛乳 50ml を加えて混ぜ合わせます。フライパンにバター 10g を入れて熱し、玉ねぎのみじん切りを入れ透き通るまで炒めます。鶏肉 60g、 ベーコン1枚分を加えて炒めましょう。軽く温めたご飯お茶碗2杯分を加えて全体を炒め合わせます。ケチャップ大さじ3、塩コショウ少々を加えて馴染むまで炒めましょう。直径20センチから22センチのフライパンを用意し、クックパーフライパン用ホイルを火をつける前に大きめに敷きます。つまめるように端を立ち上げましょう。フライパンからはみ出さないようにします。卵液の半量を入れ、中火で1分ほど触らずにそのまま置きます。周りがふつふつと沸いてきたら箸で大きくかき混ぜてそのまま置き、全体が半熟状になるまで繰り返して火を止めます。ケチャップライスの半量をのせ、クックパーごと取り出します。クックパーが熱くないことを確認して取り出しましょう。上部を閉じて1分ほど置きます。閉じ目を下にします。ホイルなら楽々成形できます。布巾をかぶせて形を整え、同様にもう一つ作りましょう。クックパーを外します。卵もきれいに剥がせてくっつきません。ケチャップなどで模様を描いたら完成です。クックパーを使えばオムライスが簡単きれいに包めますよ。ぜひお試しください。